で、僕も結構自分の球際のコツみたいなのがあって、それいろいろ試すんですけど、練習でもほとんど勝てたことないですね。皆さんこんにちは。カタール富山背番号17番の稲葉修斗です。なかなか試合がない状況が続き、もどかしい日々が続いていますが、僕は最近読書にハマっていて、1ヶ月に2冊は絶対読むようにしています。あとはまあランニングに行ったりとかですかね。家で体幹とかしたり、あと犬関係は全部僕っすね。ご飯あげたりトイレ変えてあげたりは僕の役目みたいになってますね。なんか天気いい日めちゃくちゃ続いてたんで、犬の散歩にはほとんど毎日1時間ぐらい行ってましたね。料理は、はい、タコライス。タコライス作ったらめっちゃ喜んでくれたんで、なんか2回か3回ぐらい調子乗って作りました。なんか富山はあんまり晴れる日が少ないので、天気良かったら特別感出るんで余計サッカーしたくなりますよね。いや、もう少人数に分かれて対策を徹底しながら練習しているんで、まあ厳しい状況ではありますけど、まあでもみんなと久しぶりに練習できてるんですごい楽しいですね。いつ試合再開があるかわからないですけども、僕たちもしっかり準備するんで、皆さんも楽しみにしていてください。僕は球際が強くボール出し能力に優れているということなので、今まで対戦した選手の中で球際が強かった3選手を選んでみました。第3位、はい、それでは第3位は AC 長野パルセイロ佐野翼選手です。球際といってもですね、いろいろな種類があってですね、この佐野選手は、まあ、僕シンガポールの時に1年間一緒にプレーしているんですけど、まさにストライカーという感じで虚突猛進ですね。後ろからボールを取りに行っても推進力といいますか、すごい重心が低くてなかなか止められないというか、とりあえず推進力がすごくて、止めるのが難しかった選手ですね。それが第3位の理由です。昨年対戦した時はですね、富山で県総で試合をした時はかなり佐野選手にビッグチャンスが訪れたんですけど、運よくそれを外してくれて助かった記憶はありますけど、そうですね、今年長野と対戦するのもすごい楽しみですし、まあ彼の特徴は僕が一番理解していると思うので、止められるように頑張りたいと思います。第2位、第2位はSC 相模原田村優選手です。先ほどの佐野翼選手とはまたタイプが違って、田村選手は福岡大学の先輩なんですけど、身長が185センチあって体重が84キロぐらい、もう本当に外国人のような体つきをしていて、まあ、佐野選手が推進力はあると言ったんですけど、田村選手はもうとにかく強い、体が硬いっていうイメージがあって、去年は群馬でプレーしてたんですけど、その時もボランチで、空中戦だったり、どっちのボールになるのかわからないようなボールをことごとく相手ボールにされていたイメージがあるので、2位に選出させていただきました。僕もボランチだったんで、田村選手とダブルボランチ組んでプレーすることも多かったんですけど、まあ、僕が結構動き回って真ん中を開けてボールを取りに行くんですけど、田村選手は真ん中でドシンと構えて
相手ボールを奪い取ったり、あと真ん中からボールを展開したりっていうイメージはすごいありますね。なんだろうな、雰囲気は怖いんですけど、話してみると優しいし、結構天然なとこがあるんで。相模原の今年の印象ですか、いやまあ結構あの選出しようか迷った斉藤優里選手も去年富山でやってて相模原に行ったので、もう玉木はめちゃくちゃ強いんじゃねえかっていうのは自分の中で思ってるんで、そこ負けないようにしないとなっていうのはありますね。第1位、第1位は藤枝前 FC の矢澤達也選手です。矢澤選手は、まあ、僕自身一緒にプレーさせてもらったことはないんですけど、唯一僕が対戦した中というか見てる中でも、まあ、本当に負けないなっていうのはあって、でこれも佐野選手と田村選手と違うのが、矢澤選手の場合はすごい体の使い方がうまいなっていうのはあって、例えば空中に浮いてるボールを自分より背の高い相手に触らせないっていうのは結構難しいんですけど、うまく体を使って自分のボールにしたり、あとは前に進むための体の使い方、わざと相手を食いつかせてで自分の体入れて突破する場面とか、去年うちと対戦した中でもすごい多かったので、めちゃくちゃ印象に残ってます。経験もありますあると思うんですけど、なんかみんな言いますね、矢澤選手は昔からめちゃくちゃ体強いみたいな。身長自体は多分そこまで高くないと思うんですけど、近くで見るとなんか横幅というか肩幅がすごくて大きく感じますね。去年は結構スタイルが徹底されてて、実際対戦してみてもすごい守備の硬くてやりにくいイメージがあったんですけど、まあ去年の教訓を生かして、まあ、富山らしいサッカーをしてみんなでしっかり頑張っていきたいと思います。以上3選手でした。結構玉際強い選手選んでくれって言われたんですけど、その大谷選手とかも見てると、速かった選手とか、あと上手かった選手とかだったら結構選びやすいんですけど、その球際っていう部分に集中されちゃうと結構難しくて、いろんなパターンの球際とかあるんで、まあいろいろ悩んで選びましたね。で言われて一番に浮かんだのがチームメイトなんですけど、ルーカス・ダブルマン選手。ルーカスはなんか僕ベスト3でいろんなタイプ選んだじゃないですか。で僕も結構自分の球際のコツみたいなのはあって、それいろいろ試すんですけど、練習でもほとんど勝てたことないですね、ルーカスには。それぐらい強いです。まあ、こうやっていろんな選手の特徴とか見るのってすごい楽しいんですけど、まあ、改めて自分のチームのことを考えると、結構カタールって個性がある選手がめちゃくちゃ多いなって思うので、まあすごいこんな状態でなかなか開幕せずにもやもやした気持ちは僕たちにもファンのサポーターの皆さんにもあると思うんですが、まあ、すごい面白い選手、今年特に多いと思うので、試合が再開したら、ぜひ、県総に見に来てください。それでは、さようなら。